5月8日、朝の御言葉。癒された人は、それが誰であるか知らなかった。ヨハネの福音書、五章十三節。幸福で健康な人にとっては、歳月は短い。しかし、三十八年もの間、病んでいたこの人にとって、人生は誠に長いものであったろう。それゆえ、 彼がベテスダの池の傍らで伏せっていたとき、イエスが見言葉をかけて癒されると、自分の身に起こった変化に気がついて喜び踊った。これと同様に、幾週間も幾ヶ月も失望を重ね、救いを諦めてため息を漏らしていた者に対して、主イエスが力あるお言葉をかけ、信仰による喜びと平和を与えられるならば、 彼は必ず自分の変化を意識するであろう。悪が取り去られたのを気づかないはずはない。命を与えられながら、なお無意の中に留まることは不可能であり、身に受けた変化は人目につかないはずはない。しかし、この病人は自分を癒した方を知らず、その人格の尊さも、その方の使命も知らなかった。 イエスの知恵の力を感じる心の中にもイエスに対する無知が残っている。しかしイエスに対する知識がないからといって軽率に人を非難してはならない。魂を救う信仰を見たならばその人は救われていると信じなければならない。精霊は人に神のご性質を与えるより遥か以前に まずその人を食い改めに導かれる。そして自分の知るところを信じる者は、すぐに自分の信じるところを一層はっきり知るようになっていく。とはいえ、無知はやはり悪である。というのは、この哀れな男はパリサイ人に苦しめられた時、反爆することができなかったからである。反対者に応答できるのは良いことであるが、 主イエスをはっきり知っていなければ無理なことである。しかし彼は病気を癒された後、間もなく、無知からも癒された。すなわち、イエスは宮の中で彼にお会いになった。その恵み深いイエスの出現の後、彼は自分を治してくれた方はイエスだと告げたのである。主よ。 もし私をお救いになったのなら、どうか私にご自身を示してください。私があなたを人々に述べ伝えることができるために。